子どもたちにボールと遊ぶ楽しさを体験してもらおうと、天童市でサッカー教室が開かれました。中間1、2、3、4、5。このサッカー体験教室は天童市で明日まで開かれている住宅フェアのイベントの一環で行われました。講師を務めたのはモンテディオ山形のアカデミーコーチ渡辺芳樹さんです。今日は渡辺コーチの指導のもと、3歳から8歳までの33人の子どもたちが運動能力を高めるとされるボールを使った遊びなどで汗を流しました。ボールを投げたりするのが楽しかったです。また保護者たちもプロのコーチによる貴重な指導をカメラで撮影するなど、会場は盛り上がりを見せました。